どうも、こうきと東京大阪です。五老星は死ぬっていうことが分かりましたね。最新話1073話で明らかになった五老星の一人の本名、ジェイ・ガルシア・サタン星。五老星で、サタンは土星で、前半のジェイ・ガルシアは、グレイトフル・デッドっていうバンドのジェリー・ガルシアから付けられてるっていうのが濃厚ですよね。ちょっと調べると、ガルシアっていう小惑星があって、その惑星自体が、そのバンドのジェリー・ガルシアから取ってるってことで、まあそこで確定かなって感じですね。となると他の五老星も、このグレイトフル・デッドのメンバーから付けられるのか、小田先生が何らかのくくりで好きなアーティストとかミュージシャンから付ける可能性がまあ高いですよね。で、初見読みでも声があったのが、最後のページに書かれた内容についてで、五老星に毒味は必要なんやっていうところ。よく言われてるのが、五老星は不老不死だっていう説で、世界のトップに君臨する人がコロコロ変わってたら、800年も統治するっていうのはさすがに難しいっていうところと、あとどの場面、何年前の五老星を見ても見た目が全く変わらないっていうところ、その辺が根拠になってたんですけど、やっぱり不死ではないんやっていうところが分かりましたね。要はキザルが部下に対して毒味をしたかどうかの確認をしたぐらいなんで、五老星は不死ではない、おそらく不老ではあるけど不死ではないっていうこと。これ細かい違いかもしれんけど、かなり重要な描写かなと思いました。761話、オペオペの実で、ローがこう言いました。この能力の最上の技は人に永遠の命を与える不老手術だが、それをやれば能力者当人は命を失う。まあ五老星は空白の100年で不老手術をさせたんでしょうね。ただこのセリフの捉え方もかなりややこしいです。不老と言いながら永遠の命だから不死っぽくも聞こえる。そんなローのリルームも土星っぽいし、とりあえず土星っていうキーワードを軸に不老不死周りの話を回収していくんですかね。個人的に今回一番気になったのは扉絵で、メガパンクの大発明を妬むマッズのメンバーみたいな感じで、タイトルが火薬に咲く花 GP フラワー開発でイベル平和賞受賞。まあこのイベルっていうのが、まあ、ノーベル賞のことやと思うんですけど、この E を使ってるってことはイグノーベルを略してるのかとか、いろいろ言われてたんですけど、一番納得いくのは縦にノーベルって書いたら E にイベルってなるからイベル賞ってしてるだけやと僕も思います。で、戦争している国同士の戦車にその GP フラワーを使って平和だよみたいな、まさに平和賞が取れる研究で、この GP ってなんやねんって思ってたけど、シンプルに火薬を英語にしたガンパウダーの頭文字でいいですよね。 GP フラワーはガンパウダーフラワーとなると、やっぱり連想されるのはウソップなんですよね。ソゲキングもガンパウダースターっていう技を使ってました。メガパンクの発明ってフランキーみたいに精巧なものもあるけど、発想がウソップっぽいですよね。今回の扉絵の発明なんてまさにそうで、アラバスタのこれを彷彿とさせる発明。失敗作ですけど、虫が集まってくるサーベルとかもそんな感じ。フランキーが麦わらの一味の船大工になるまで、ウソップが船の修理をしてたし、クリマタクトも発明してますし、このサルベージの機械を作ったのもウソップです。技術はそこまで足らんけど、センスは追いついてるみたい。工場も構えるほど立派な発明家なんですよね。この動画でもさらっと触れたように、エッグヘッド編はバルジモアにも言ってたフランキーに注目が集まりそうやけど、ウソップが何かを発明する展開がかなりありそうなんですよね。感覚的にメガパンクとかフランキーでは思いつかないとんでもない発想みたいな。ここから今日一番喋りたかったことで、多少強引に見えるかもしれませんけど、なぜか繋がるウソップとベガパンクという内容で重要な要素だけ挙げていきます。初登場回はやっぱり重要です。ウソップの初登場回、タイトルにも名前が入っている23話、キャプテンウソップ登場。扉絵には樽を作るカエルみたいなやつ、この頭につけられた謎の傘、これベガパンクっぽくないですか？ベガパンクの頭のリンゴはアンテナで、傘はアンテナのように捉えられることが多いです。のみのみは語呂合わせすると2323、なぜか23話と被ってます。
この時点でベガパンクっていう天才科学者を出すって考えていたとしたら、もはや恐怖なんですけど、もしかしたらそうかもしれないんです。この動画でベガパンクは芸術家であり、科学者のレオナルド・ダ・ヴィンチの設定が詰め込まれていると話しました。ダ・ヴィンチの発明といえば、世界初の潜水服の設計、さらにダ・ヴィンチは蛇やカエルの絵を描くことが好きでした。頭を切ったベガパンク、頭の切れる男キンエモン、キンエモンはドレスローザでカエルでした。頭を6つに切り分けたベガパンク、頭が6つに分かれてるミス・ファーザーズ・デーはカエル。こんな風にベガパンクはおそらくカエルのイメージが当てられています。笑い方、ペペペペペ、カエルのペペでしょうか。サルベージの樽の潜水服を作ったウソップ、頭にアンテナのやつが樽を作る23話の扉絵でリンクするウソップとベガパンク。前回さらっと触れたように、やっぱりエッグヘッドでウソップにまつわるイベントが起きそうです。ワノ国ではほとんど何もなかったのです。そう考えると、ワノ国のウソップの頭にはなぜかカエル、レッドでも頭にカエル。この麦わらの一味の脳内が書かれた SBS は578話、その脳に触れられた貝の扉絵でもウソップの頭上にはガマ口のバッグ、ウソップの頭にカエルのイメージ。ここから読み取ると、今回失踪したベガパンクは能力を使ってウソップの脳に入り込んでるのかもしれません。もしくは今後入り込む展開もあるかも。ど根性ガエル的な感じでしょうか。そうじゃなくて、ウソップはシンプルにサテライトと考えるのはよくわからないんで、違いますよね多分。そもそも初登場からずっとガマ口のカバンを持っていますし、火薬をよく使いますし、徐々にベガパンクの要素と寄っていってます。ウソップの初登場はシロップ村、シロップ村がある諸島の名前は月光諸島です。まあそんな感じで、ここの話実は結構ボリュームでかくて、前々から思った要素が1073話の扉絵でちょっと結びついたっていうところで、改めて深く掘り下げる動画を出します。まあ過去一内容がまとまってないんですけど、ウソップじゃなくてベガパンクがカエルのイメージで、ウソップにまとわりつくカエルのイメージ、ウソップとベガパンクの関係が深いくらいに覚えておいてもらったらありがたいです。今回は以上です。よいしょ。